タカラベバイオリン教室へようこそ。ご視聴いただきありがとうございます。今回のコマカテゴリーは弓の基本的な動作である右手首の回転についてやっていきます。回転といってもこっちの動きではなくってこっちの向きの回転です。こういう動きです。こちらの手首の回転、回転というほど回りはしないんですが、回転と呼ぶことにしました。細かい動きにはなりますが、大変重要な動作ですので、初心者さんのうちからぜひ練習に取り入れてやってみてください。初心者さん向け動画としましては、こちらも過去にやっておりますので、合わせて練習してみてください。それではどうぞ。それではやっていきましょう。まず楽器を持ちますね。指板がまっすぐこう下がらないようにまっすぐになるように持ってみてください。今日はゲーセンからやります。では弓を持ちますが、どのボーイングの動画でもお伝えしていると思うんですが、小指ですね、ここ、これはよくありません。これダメです。丸くするように持ってください。そしてここの筋肉使えていますが、ここで弓を支えてくださいね。最初は弓がこのように傾けて用意してください。で、毛は向こう側ですね。向こう側の4分の1程度弦に触るようにします。そして手首ですけれども、このような形。少し緩やかな小山。緩やかなひらがなのへの形にしてくださいね。そして、スタートの時ですけれども、このように。ぶつけるのではなく、そーっと。もう一回いきますね。ちょんと当ててからスタートです。この時に腕や弓の重みを全部乗せてギギギという嫌な音がしないように気をつけてください。はい、毛を4分の1使ったまま、だいたい弓のこのあたりまで来ました。3分の1。ぐらいですね。このあたりから手首の回転をしていきます。こう倒れていた弓が、ここ見てくださいね。この部分ね。傾けていたものを、手首をこのように、こっち側に倒していく感じですね。回転させて、弓を立てていきます。この角度が変わったの分かりますか？こうなっていたものが、こうなります。それをいきなりこうするのではなく、もう一度根元からいきますね。このあたりから徐々にです。立てていきます。はい。でも真ん中あたりには毛の3分の2ぐらい。使えていればいいです。一番手前側はね、開けておいてください。今日は使わなくていいです。はい、真ん中から毛は3分の2当たっております。こうですね。肘がピンと伸びたら、ここで弓はストップさせてください。この時の手首の角度、だいぶ谷になっていると思います。こうですね。では、続けてやっていきます。いただけるでしょうか。出だしは弓がこれぐらい傾いていて、手首ここですね、お山になっています。はい、真ん中あたりに来た時にここがまっすぐになりますね。でさらに先まで行くとこういう状態になります。手首が谷になります。はい、では次はアップ棒をやっていきます。アップ棒の方がやることが多いので頑張ってやってみてください。では先からスタートしますね。まずこの手首が谷になっている状態です。はい、同じですね。真ん中に来たあたりで手首はまっすぐになります。そしてここからです。徐々に向こう側に傾けていきますね。反対側の回転です。スタートに戻ってきた時にはまた緩やかなへの形になっていると。
こうなっていた手首がまっすぐになって山に起きてくる感じですね。逆のダウンの時とは逆の回転になります。そして気をつけていただきたいんですが、真ん中を越したあたりからですね、徐々に小指を丸めてこないといけません。小指を丸めると同時に弓をこの小指一本でこう支えなければいけませんので、下向きにグッと圧を加えるんですね。下に弓を小指でこうグッと押さえるような感覚です。なのでここの筋肉をまた使っていかないといけません。これもいきなりグッと小指を下にこう圧をかけるのではなく、真ん中を越したあたりから徐々にやっていきます。このあたりからですね、ちょっとずつ小指を丸めて、ちょっとずつ傾けて、ちょっとずつ圧をかけていきます。で、根元に来た時にはスタートと同じように小指が丸まっていてほしいわけですね。それではダウンとアップを連続してやってみます。そしてできる方は剣を徐々に立てていきますよね。と同時に先に少しだけ人差し指で圧をかけてみて、重たくしてみてください。はい、そして今ぐらいゆっくりのスピードでじわーっとですね、この自分の動きを確認しながら、そして耳はこの楽器がきちんと鳴っているかどうかですね、こういうスリップした音はよくありませんので、正しくこういう音が鳴っているのかどうか確認をして、ゲー線ができたらで、あ、全部の弦の開放弦でまずは練習をしてみてください。開放弦に慣れてきたら左手音をつけていきましょう。では次です。次はメトロノームをお持ちの方は用意してみてください。54ぐらいですね。だいぶゆっくりでやっていきます。
このような感じで今日は手首の回転についてやってみました。ポイントはこの小指ですね。小指がちゃんと丸くなって、この弓の重みをこういう状態でちゃんと支えられるのかどうか、これも合わせた練習になりますので、気にしながら、気をつけながら、この小指で弓を支える練習も含めて今回の手首の回転の練習はやってみてください。それでは今日はこれで終わります。ありがとうございました。